市の粘土版。深淵を覗き見た人についてこれから皆さんにお話しします。深淵を覗き見た人についてすべてをお話しします。すべてを知って知った人についてすべてをお話しします。深淵を覗き見た人についてこれから皆さんにお話しします。深淵を覗き見た人についてすべてをお話しします。深淵。深淵を覗き見た人について深淵を覗き見た人について深淵深淵深淵深Web, web, 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 ことを見、隠されたものを、隠されたものを開き、知らせた、かを知らせた、出会ったかを知らせた、どのようなものであったかを知らせた、大洪水がどのようなものであったかを知らせた、彼は、は、な、から、お、な、み、ち、く、ぬ、か、な、み、な、で、お、
重ね、遥かな道を歩んで労苦を重ね、ついにはやすらぎ、安らぎを得た。彼はウルクの町の、ウルクの町の城壁を建てさせた堅固なる囲いで、名高いウルクの町の、ウルクの町のその城壁を、城壁を、そうだ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 、誰もいない、彼と比べうる者は誰もいない、彼と肩を並べ誰もいない、我こそ王と言える者は誰もいない、ギルガメシュ、ギルガメシュ、ギルガメシュ、生まれ落ち日日よりそのかこの方、その名をたたえらる、その名をたたえらる。彼はウルクの囲いを行き巡る、野牛のように自らの力を誇示する、武器を取ることにおいて彼に並ぶものはない、彼の太鼓によってその兵士たちは立ち上がる。ギルガメシュは息子をその父親のもとに行かせず、昼も荒ぶりたける、夜も荒ぶりたける。ギルガメシュ、彼こそ囲いの町ウルクの指揮官。ギルガメシュは乙女をその恋人のもとに行かせない、勇士の娘をも若者の花嫁をも、娘たちの訴えを神々はしばしば聞いた、娘たちの訴えを神々はしばしば聞いた、至高の神、アヌは娘たちの訴えをしばしば聞いた、至高の神アヌは女神アルルに命じた。アルルよ、さあ我が命じるものを作りなさい。ギルガメシュの荒ぶる心に立ち向かう、アルルは自分の手を洗い、粘土をつまんで荒野に投げ、荒野で英雄エンキルを作った、英雄エンキルを作った。知らずカモシカたちと一緒になって、草をはみ、獣たちと一緒になって水場に押し寄せ、野獣たちと一緒になって水で心を和ませていた。その水場で彼と顔を合わせた。チッ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 、水場で彼と顔を合わせること。イッチッニッチッカリュー、ウドは彼を見て顔をこわばらせたが、サンニチッ、エンキルは自分の動物たちと住みかに戻っていった。
した。狩人は心穏やかならず、その顔を曇らせた。悲嘆がその臓腑に突き刺さり、その表情は遥かな道を旅する者のようであった。狩人は彼の父親に言った。我が父よ、水場にやってきた一人の男がいます。山で最も強く力に満ちています。その力は思考の神アヌの固い結び目のように強く、絶えず動物たちと共に草をはみ、絶えずその両足を水場に置くのです。私は恐ろしくて彼には近づけません。彼は私が掘った穴を埋め、私が広げた網を破り、荒野の生き物、動物たちを私の手から飲まれさせ、私に仕事をさせてくれません。我が子よ、エンキドゥの水場にショーフシャムハテを連れて行け。彼女を見てエンキドゥは彼女に近づくだろう。すると動物たちは彼によそよそしくなるだろう。狩人は父親のこのような忠告に耳を傾けた。シャムハトゥ、シャムハトゥ、あ、ボンジュー、コネセブシャマン、あの、デコデコビアメシー、マドモアゼエクスキューゼモーコネスブシャマッデコビアメシーメシオバーウーララマダムシャマで、カリウドは出かけ3日かかって目的地に到着した。カリウドとシャムハトは自分たちの隠れ場所を見つけて座った。すると動物たちが水を飲もうと水場にやってきた。あ、山で生まれたエンキドゥも野獣たちと一緒になって水で心を和ませていた。あれがエンキドゥだ、シャムハトゥ。エンキドゥは身をすすぎ、その身を清めた。そこには勢い全く切るもめしがおり、野獣
不要の御用法を触って、第2の粘土版。村人たちはエンキドゥを見た。村人たちは彼のところに集まってきた。これこそ、これこそ、これこそ、これこそ姿においてギルガメシに等しい男。その力は至高の神アヌの固い結び目のように強い。彼は気持ちが和み、嬉しくなって心を躍らせ、表情をかっがやっがした。さて、村の若者の一人がギルガメシを恐れていた。エンキドゥは彼のところに来て言った。おののくよ、あ、男の苦労をなぜ。若者は口を開いてエンキドゥに語った。エンキドゥの顔は青ざめた。エンキドゥは出かけていき、シャムハトは彼の後をついた。彼はウルクの町に入った。群衆が彼の周りに押し寄せた。エンキドゥはギルガメシの前に立ちはだかった。エンキドゥはシュートの家の門でギルガメシに足止めを食らわし、彼を入らせなかった。Yeah.
開いてエンキドに語っていった。友よ、なぜあなたの目は涙であふれるのか。あなたの心は暗くなるのか。なぜあなたは痛く悩むのか。友よ、嘆きが我が首筋をこわばらせる。我が腕はだらりとし、我が力は弱まった。私はレバノン杉の森には入れない。そこには森の守り手フンババがいる。我が力はこの恐るべき相手に及ばない。私が恐るべきフンババ。
を打ち殺そう、悪霊を立ち滅ぼそう、レバノン杉を切り倒そう、リリス太鼓のように雄たけびを上げて森を切り開こう。友よ、私は山を知っている。私が獣と共に歩んでいた時、森は1万レールも広がっていた。誰があの森に入って行けようか。レバノン杉の森を守るため、神の中の神エンリルはフンババを人々の恐れの的と定めた。フンババ、その声は洪水、その口は火、その息は死。彼は60ベールの距離からその森のざわめきを聞きつける。フンババの森に入り込む者には無力が襲うであろう。レバノン杉の山、その山に世は向かいたい。かの森に世は入りたい、かの森に世は向かいたい。フンババのするむところに世のと大物を携えて。エンキドゥは口を開いてギルガメシュに語っていった。どのようにして森まで行こうというのか。レバノン杉の森を保全するため、ヒーフーミーヨーイツム、7つの恐れが森を取り囲む。ああ、我が友よ、森へ向かおうではないか。息子たちは我らを誇りとして語り継ごう。我が友よ、フンババのところに行く者は戻れない。しかし私は手を下そう、レバノン杉を切り倒そう。ギルガメシュとエンキドゥは斧を身につけた。このことを聞くと人々は集まった。ギルガメシュは彼らに語っていった。男たちよ、ウルックの男たちよ、勇気を知る者たちよ。立ち向かう。弱みを固めた。さあ、フンババに至る道を行こう。今まで知らなかった戦いを身に受けて道を進もう。よう祝福せよ、森に向かう道のその果てまで。世が無事にウルクの門に再び入れるように、世が戻り次の年の祭りが祝われるように、次の年の祭りを世が催しうるように、祭りが挙行され、喜びの歌があるように。忠告した。ギルガメシュ、あなたは若い、心が流行っている。自分が語ったことが何を意味するのか、あなたには分かっていない。ギルガメシュは長老たちの言葉を聞いた。彼の後ろにいた友を見つめた。世は遠き道を行く。世は未知の戦闘に向かう。
夜は未知の遠征に乗り出す。恐ろしいフンババを撃ち殺すまで、夜はフンババを撃ち殺し、レバノン杉を切り倒す。そしてこの国に豊かさと平和をもたらす。第三の年度版、出陣を祝福する歌。いきままきいえたたまえ、いききき、たいまたえまいきたまえ、まきえまいたきたたえいえたまえ。太陽神シャマシュが、太陽神シャマシュがあなたに、あなたに、あなたに勝利を得させて、あなたに、あなたの夜の夢が、あなたの喜ぶ言葉、言葉、言葉をもたらしますように、もたらしますように、もたらしますように、ように生き生き、たいまたえまいきたまえ、まきえまいたきたたえいえたまえ。生きたまえ、生きたまえ、生きたまえ。第四の年度版、彼らはパンを裂いた。サンジューベール行って、彼らは夕べの休息を取った。1ヶ月と15日の道のりもわずか3日で、彼らはレバノン山に近づいた。山よ、我に夢を、良き言葉をもたらせ。私は夢を見た。私が見た夢は暗く混濁していた。山の奥深いところで私は生きなずみ、山が我が上に落ちてきた。足の茂みのハエのように降り注いできた。荒野に生まれた人よ、我らは立ち止まらねばならぬ。友よ、あなたの夢は素晴らしい。あなたが夢で見た山とはフンババのことだ。我らはフンババを捕らえ殺害し、その屍を夜の底にハエのように投げ込もう。朝には太陽神シャマシュの良き言葉があるだろう。ニジューベール行って、彼らはパンを裂いた。を取った。山よ、私に夢を、良き言葉をもたらせ。友よ、第二の夢は最初の夢に勝って恐ろしかった。我が夢の中で山が我が上に落ちてきた。それは我が足をつかみ、私を投げつけた。強い光が輝き、一人の男が私の傍らに立っていた。彼は山で美しく、その美しさは眩しかった。彼は山のふもとで私を救い出し、私に水を飲ませ、我が心を和ませ、大地に我が足をしっかりと立たせた。友よ、我らは出発しよう。すべてが奇妙だが、フンババが山なのではない。すべてが奇妙だが、さあ恐れを捨てよ。再び山が輝くであろう。
またかの男とは太陽神。シャマシュである。彼はあなたの守護神、あなたの勝利の印だ。私に夢を、良き言葉をもたらせ。友よ、私は三度目の夢を見た。天が叫び、地が吠え、たけていた。昼は静寂になり、暗闇が出現した。稲妻が光り、火が燃え上がった。火炎はますます高く高く上がり、死が雨のように降り注いだ。火炎は撃て、炎は消えた。落ち続けた火炎は灰に帰した。荒野で生まれた人よ、我らは立ち止まらねばならぬ。我が友よ、あなたが心に恐れ続けているのはウンババである。彼とあなたは戦い、彼を傍らに投げつけ、その頭をあなたの力でねじ伏せるのだ。あなたが見た太古のものとは、あなたの守護神、太陽神シャマシュである。長い旅の果てに森に到着した。そこで彼らの言葉は喉に引きこもり、彼らは立ち尽くした。第五の粘土版。彼らは立ち尽くし、森を見つめた。彼らはレバノン杉の梢を眺め続けた。彼らは森の入り口を眺め続けた。彼らはレバノン杉の山、神々の住まいに見入った。
友よ、我らが森に入れば友よ、たちまち本馬場が現れよ。私はあなたの確かな支えとなろう。あなたの祈りは聞かれ、本馬場は倒されよ。ギルガメシュは彼の友に語った。嵐の到来を、恐るべきうなり声を、フンババに聞かせよ。フンババは口を開いて、語っていった。友よ、フンババの顔が変わった。その姿は今にも襲いかかってくるようだ。我が心は震え出し、腕は萎えていくようだ。友よ、なぜ不安に駆られて語るのか。後ずさりするな、後ろを向くな。フンババには一人一人では対抗できない。しかし二人が力を合わせれば三重の綱ができる。三つ寄りの綱は切れない。ギルガメシはフンババの頭を打ち、素早くフンババに対抗した。彼らの足のかかとの下で大地は裂け、彼らが飛び回るとヘルモンの山とレバノンの山とは裂けた。白雲は黒くなり、死が霧のように彼らの上に降り注いだ。太陽神シャマシュはギルガメシュに加勢し、激しい嵐をフンババに煽った。南風、北風、東風、西風、西風、天風、天天風、破壊の天風、悪風、熱風、魔風、寒風、暴風、旋風、これら十三の風がフンババに向かって吹き、フンババの顔は暗くなった。フンババは前にも進めず、後ろにも引けなかった。
ラメシの斧が踏んままを。捕らえた。開いてギルガメシに語っていった。友よ、フンババを倒せ。あなたの守護神のお告げに従って。ギルガメシは斧を手に取った。ギルガメシはフンババのうなじを打った。守り手を撃ち殺した。ヘルモンとレバノンの山は彼らの雄たけびによって震えた。山地にあるすべての山々は静まった。森の守り手は撃ち砕かれ、七つの威力は消え去った。ギルガメシとエンキドゥは
レバノン杉を伐採した。その朽ちた部分に斧を打ち込んで、エンキドは口を開いてギルガメシュに語っていった。友よ、我らは高くそびえるレバノン杉を切り倒した。その梢が天まで届こうというレバノン杉を、さあユーフラテス川がそれをニップルの地まで運ぶように、20ベールの先まで川が運んでくれるように。彼らはレバノン杉のいかだを組み、ユーフラテス川に流した。ギルガメシュは人々に言葉を語って尋ねた。人々の中で誰が最も素晴らしいか。人々の中でギルガメシュこそ最も素晴らしい。男たちの中で誰が最も立派であるか。男たちの中でギルガメシュこそ最も立派。ギルガメシュのように心を喜ばすものはない。ギルガメシュ、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 ギルガメシュ。第7の年度版、エンキドゥは夢を語り、彼の友に聞かせていった。友よ、何のために偉大な神々は相談し合っているのか。私は昨夜
何という夢を見たことか。至高の神アヌが嵐の神エンリルに語っていった。あの者たちは山々にレバノン杉を生い茂らせていたフンババを殺してしまったのだ。至高の神アヌは言った。この者たちの中で一人は死なねばならぬ。嵐の神エンディルが言った。エンキドゥが死なねばならぬ。エンキドゥはまたギルガメシに語った。私を忘れないでくれ。私があなたと共に歩み続けてこと。我が友、我が友、我が友は解釈できない夢を見た。彼が夢を見たまさにその日、彼の力は終わりを告げた。第9の年度版、ギルガメシは荒野をさまよった。私も死ぬのか。エンキドゥのようではないとでも言うのか。悲嘆が我が胸に押し寄せた。私は死を恐れ荒野をさまよう。そうだ、今すぐ出立し東の果てに住むという不死の人ウトナピシュティムのもとに急いで赴こう。月の神よ、みちみち私を安全ならしめたまえ。夜、彼は横たわったが夢を見て目を覚ました。目覚めて生きていることを喜んだ。彼は自分の斧を傍らに取り持ち矢継ぎ早に斧で闇を打ち払いつつ東へと歩んだ。太陽の昇る山マーシュ、二つの山の間から毎朝日が昇る。その山のふもとは冥界に接している。たちがその門を見張っていた。彼らは日の出と日の入りの太陽を見張っていた。ギルガメシはこれらを見ると恐れとおののきで顔が青ざめた。だが彼は意を決して彼らの前で会釈した。サソリ人間はギルガメシに言葉を語った。遠い道をなぜやってきたのか。この山は通り抜けることができないお前の望みよ。私は知りたいもの。ギルガメシは口を開き語っていった。不死の人ウトナピシュティムのもとに私は行きたい。
彼は神々の列に連なり不死の生命を見出した方。死と生の秘密を私は彼から聞きたいのだ。サソリ人間は口を開いて語り、ギルガメシュに言った。ギルガメシュよ、彼のもとに行く道はのーい。この山を行こうとしても誰も通り抜けることはできのーい。その中は中にベールも闇が続く。暗黒は熱く立ち込め、光はのーい。お前はそこから出られない。ギルガメシュは語っていった。我が友エンキドゥ、私が愛しロークを共にした我が友を人間の運命が襲ったのだ。6日と7番私は彼のために泣いた。ウジ虫が彼の鼻から落ちこぼれるまで我が友の言葉は私に重くのしかかり、私は遠い道のりを旅した。私が愛した友は粘土になってしまった。私が愛したエンキドゥは粘土になってしまった。私も彼のように死の床に横たわるのであろうか。私も永遠に起き上がらないのだろうか。ギルガメシュはまた語っていった。さあ、あなたは私に道を示してくれ。サソリ人間は口を開いて語り、ギルガメシュに言った。お行きなさい、ギルガメシュ。マーシュの山に、その山々その山岳は闇に閉ざされている。光を求めて安らかにお行きなさい。ギルガメシュはこれを聞くとサソリ人間の語った言葉に従い道を進んだ。1メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。2メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。3メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。4メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。5メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。6メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。7メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。8メールに達したとき彼は叫んだ。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。9メールに達したとき北風が起こり彼の前を吹き荒れた。闇は彼に前も後ろも見ることを許さなかった。10メールに達したとき気配が近づいた。11メールに達したとき太陽が近づいた。12メールに達したとき明るさがもたらされた。イラクサや茨の全体が見えるようになってくると、それらは紅玉髄の実をつけ、ブドウの房をたわわにし、眺めるに美しかった。それらはラピスラズリの葉をつけ、実をつけ、見るも楽しかった。パッパルディル石、サース石、バルトゥーボク、アンザグルメ石、イナゴ豆、アバシュムー石、シュブー石、石鉄鉱。それらには異光の輝きがあり、眺めるに喜ばしかった。ギルガメシュは海辺に出た。10の粘土版。
メシュの目を見つめた。ウルシャナビはギルガメシュに語って言った。あなたの名前が何であるか私に言ってほしい。私は遥かなるウトナピシュティムに使える先導ウルシャナビだが、ギルガメシュは彼ウルシャナビに語った。我が名はギルガメシュ、ウルクからやってきたもの、山々を越えてきたもの。先導よ、ウトナピシュティムへの道はどこか。ウルシャナビよ、私はかの国に入りたい。死の国へあなたに案内を願いたい。ウルシャナビはギルガメシュに語った。なぜあなたの頬は痩せこけ、あなたの顔は落ちくぼんでいるのか。あなたの心は憔悴し、あなたの姿は消沈しているのか。悲嘆があなたの胸に押し寄せるのか。あなたの顔は暑さと寒さで焼けついている。ギルガメシュはウルシャナビに語っていった。我が友エンキドゥ、我が友エンキドゥ、私が愛しロークを共にした我が友を人間の運命が襲ったのだ。6日と7晩私は彼のために泣いた。ウジ虫が彼の鼻から落ちこぼれるまで我が友の言葉は私に重くのしかかり、私は遠い道のりを旅した。私が愛した友は粘土になってしまった。私が愛したエンキドゥは粘土になってしまった。私も彼のように死の床に横たわるのであろうか。私も永遠に起き上がらないのだろうか。ギルガメシュはまたウルシャナビに語った。さあウルシャナビよ、ウトナピシティムへの道はどこか。何かそのしるべを私に与え、そのしるべを私に与えてくれ。もしその方が良いとなれば私は海をも渡ろう。もし良くないとなれば荒野をさまよい行こう。ウルシャナビは彼にギルガメシュに語った。ギルガメシュよ、あなたはどこにさまよい行くのか。あなたが探し求める命をあなたは見出せないであろう。神々が人間を作った時、彼らは人間に死をあてがい、命は彼ら自身の手に収めてしまったのだ。ギルガメシュよ、自分の腹を満たすがよい。昼夜あなた自身を喜ばせよ。日ごと喜びの宴を繰り広げよ。昼夜踊って楽しむがよい。あなたの衣を清く保つがよい。
あなたの頭髪を洗い、水を浴びよ。あなたの手にすがる子供に目をかけよ。これが人間のなすべき技なのだ。うるしゃなびよ。あなたが私に言うことは何なのか。我が友ゆえに我が心は苦しんでいるのに、生きるゆえに我が心は苦しんでいるのに。ウルシャナビはギルガメシュに語った。ギルガメシュよ、さ、船にお乗りなさい。これを眺め、心に思いを巡らし、これは我が従者ではない。右側に控える者は一体誰か。私が眺めるところ、彼は船頭ではない。私が眺めるところ、彼は従者ではない。私が眺めるところ、彼は死者でも生者でもない。ギルガメシュは遥かなるウトナピシュティムに語った。ウトナピシュティムよ、私にお話しください。あなたがどのようにして神々の列に連なり、不死の生命を探し当てたのかを。ウトナピシュティムはギルガメシュに語った。ギルガメシュよ、私は隠された事柄をお前に明かそう。秘密の事柄をお前に語ろう。シュルッパクはお前が知っている町、ユーフラテス川の岸辺にある町。その町は古く、そこに神々はお近づきなされたものだ。ところが偉大な神々は心を働かせて、
洪水を起こそうとされた。そこにおられたのは彼らの父アヌ、彼らの顧問官エンリル、彼らの指揮部官ニヌルタ、彼らの運河監督官エンヌギ、そして水神エアも彼らと共にいた。だがエアは彼の言葉を葦の小屋に向かって繰り返した。小屋よ小屋よ壁よ壁よ、小屋よ聞け壁よ悟れ、シュルッパクの人ウバルトゥトゥの息子よ、家を壊し箱舟を作れ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 、持ち物を放棄し命を求めよ求めよ求めよ、財産を糸い命を生かせ、命あるもののあらゆる種を箱舟に導き入れよ、その船は長さと幅が等しくなるようにせよせよせよ、はあ、私はこれを知って我が主なるエアーに語った。我が主よ、あなたが告げてくださった命令を私は守り行います。7日の後、太陽が沈む頃、箱舟は完成した。太陽神シャマシュは言った。さあ箱舟の中に入り、お前の戸を閉じよ。その時がやってきた。私は嵐の模様を見合った。嵐は恐怖を与えるかに見えた。私は箱舟の中に入り、我が戸を閉じた。暁がかすかに輝き始める頃、天の果てから黒雲が昇ってきた。雷神アダとはその雲の中から吠えた。先ぶれする神シャラトとハニシュが指揮部官として山々国々を進みゆく。冥界の神エルラガルが箱舟の留め柱を引き抜く。戦いの神ニヌルタは進みゆき席を切った。冥界の集合神アヌンナキは松明を掲げ、その火をもって大地を燃やそうとした。雷神アダトの沈黙が天を走り、すべての光が暗黒に変わったかと思うと、その雄たけびで大地は風が吹き、大洪水と暴風が大地を拭った。7日目になって、大洪水と暴風は戦いを終わらせた。海は静まり、悪風は収まり、大洪水は引いた。私が嵐を見やると、沈黙が支配していた。そして全人類は粘土に戻ってしまっていた。私が窓を開けると、光が我が
頬に落ちてきた。私はひざまずき、座って泣いた。箱舟は二虫の山に漂着した。その山二虫は箱舟をつかんで離さなかった。一日二日と二虫の山は箱舟をつかんで離さなかった。三日四日と二虫の山は箱舟をつかんで離さなかった。五日六日と二虫の山は箱舟をつかんで離さなかった。七日目になって、私は鳩を放った。鳩は飛んでいったが舞い戻ってきた。休み場所が見当たらずに引き返してきたのだった。私はツバメを連れ出し放った。ツバメは飛んでいったが舞い戻ってきた。休み場所が見当たらずに引き返してきたのだった。私はカラスを連れ出し放った。カラスは飛んでいき、水が引いたのを見て戻っては来なかった。私はそれらの鳥を四方の風の中に出て行かせ、七つまた七つと香炉を立て、国を捧げた。神々はその香りを嗅いだ。神々はそのかぐわしい香りを嗅いだ。神々は国の主のところに集まってきた。嵐の神エンリルは箱舟に乗り込み、手を取って私を引き上げた。彼は我が額に触れ、私を祝福していった。これまでウトナピシティムは人間であったが、今やウトナピシティムは我々神々のようになる。クッカッカ。ウトナピシティムは遥か遠くの過去に住め。こうして神々は私を連れて行き、遥か遠くの過去に住まわせたのだ。だが今は誰がお前のために神々を集わせようか。ギルガメシュは遥かなるウトナピシュティムに語った。ああウトナピシュティムよ、私はどのようにしどこに行ったらよいのでしょう。我が寝室には死が腰を下ろしています。私がどこに顔を向けようとも、そこには死があるのです。ウトナピシュティムは先導ウルシャナビに語った。ギルガメシュよ、ウルシャナビよ、彼を水場に連れて行け。水でその汚れた髪を雪のようにきれいに洗わせよ。彼の良き肉体が潤うように。ウルシャナビはギルガメシュを案内し水場に連れて行った。ギルガメシュは水でその汚れた髪を雪のように清く洗った。ギルガメシュとウルシャナビは船に乗った。船が岸を離れたその時、ウトナピシティムはギルガメシュに語った。ギルガメシュよ、私は隠された秘密をお前に語ろう。生命の秘密をお前に語ろう。その根がトゲヤブのような草がある。そのトゲは野薔薇のようにお前の手を刺す。もし
この草を手に入れることができるなら、お前は生命をも見出すだろう。ギルガメシュはこれを聞いて海の底の溝を開き、重い石を足に縛りつけた。それらの石が彼を深淵に引き込むと、そこに棘のある草があった。彼がその草を取ると棘が彼の手を刺した。彼は重い石を足から外した。深淵の海は彼を岸辺に投げ出した。ギルガメシュは先導ウルシャナビに語った。ウルシャナビよ、この草は危機を乗り越えるための草だ。それによって人は生命を得る。私はこれを囲いの町ウルクに持ち帰り、老人にそれを食べさせよう。その草の名は老いたる人が若返るだ。私もそれを食べ、若き時代に戻ろう。休息を取った。ギルガメシュは冷たい水をたたえる泉を見て下っていき、水で身を清めていた。一匹の蛇がその草の香りを嗅いで、音もなく忍び寄り、加えて去っていった。去っていくとき、蛇は皮を脱ぎ捨てた。その日、ギルガメシュは腰を落として泣いた。頬を伝って涙が流れ落ちた。20ベール行って彼らはパンを裂いた。30メール行って夕べの休息を取った。20メール行って彼らはパンを裂いた。30ベール行って夕べの休息を取った。20ベール行って彼らは20ベール行って彼らはパンを裂いた。30ベール行って夕べの休息を取った。囲いの町ウルクに着いた。ウルシャナビよ、
これがウルクだ。ウルクの町よ、ウルクの人々よ、おー